モニター開発って50代以上モニター専門家モニキャンです。最近顔にモザイクがかかっていてもメガネと白衣で特定されるようになってきました。モニキャンです。チョリー。さてさてさて、今回レビューしますのはエイスさんからお借りした ZenBook 13 UX35EA KG40KTS。ゲーミングじゃないんですが、出先の作業とかに最適なノートパソコン。本体が軽くて、ディスプレイが綺麗で、スペックが高い。そんな ZenBook UX35EA を今回はレビューしていこうと思います。とりあえずね、実機を見ないと始まらないということで、開封いってみましょう。それでは中身を開けていきましょう。よいしょ。中にもね、おしゃれですね。で、こいつが PC 本体。軽いな。めっちゃ軽いこれ。いいね。これぐらい軽いとね、持ち運びしやすくていいな。まあ重さはね、後ほど。で、まあ紙類ですね。保証書とか、あとオフィスのね、コード。で、ユーザーマニュアル。結構分厚くて、ちゃんと書いてあります。最近のね、マニュアルとかは、だいたいオンライン化が進んでて、こんなね、分厚いマニュアル、モニターとかはついてないんですけど、PC はついてるんだね。で、この横のくぼみから、まず電源ケーブルですね。給電はタイプ C ですね、タイプ C。いいね、タイプ C はね、使いやすくて僕すごい好きです。やっぱノートパソコンと言ったらタイプ C よな。で、こっちがタイプ C のオーディオジャックアダプターですね。タイプ C にぶっ刺して、こっちにはイヤホンを刺すって感じ。で、こっちが USB イーサネットアダプター。いわゆる LAN を刺す用ですね。有線で接続したいときは、これを USB で刺して、こっち側に LAN ケーブルを刺します。で、あと地味にね、ちょっと待って。これどうやって開けるんだろう？これが外れるのね。なるほど。で、ここに、オシャンティーな専用スリーブですね。お、結構しっかりしてる。うん、こんな感じ。中にね、ノートパソコン本体を入れるって感じだね。こうしてこうと。あ、いいじゃん、いいじゃん。いいね、持ち運びやすいですね。やっぱノートパソコンって持ち運ぶからね。とはいえ、直にさ、カバンにぶち込むっていうのはちょっと、おしゃれじゃないし、まあ、傷もつくんで、こんな感じでね、ノートパソコンを入れて保護してくれるケースがあるのは非常にありがたい。で、中身はこれで全部ですね。はい、というわけで、開封いたしましたのがこちら。まず、サイズなんですけど、幅が304ミリ、奥行きが203ミリ。で、高さが一番薄いところで 13.9 ミリ。一番厚いところで 14.9 ミリ。かなり小型ですね。13インチって、まあ、ノートパソコンだと標準だけど、モニターとかで考えるとね、結構小さめのサイズなので、かなりね、持ち運びやすい大きさです。そして、重さは 1.14 キロ。めちゃんこ軽い。小柄の軽量ボディがまぶいですね。やっぱりね、ノートパソコンって、持ち運べるっていうところが大きなメリットだと思うんですよね。というか、持ち運ばないなら、場所を取るとはいえ、デスクトップ PC で十分。そっちの方が性能面だとコスパはいいですしね。でも、僕みたいにデスクトップを持っていても、やっぱり、パソコンメインの仕事をしてると、出先で作業をしたいっていう場面はね、多々あるんですよ。メールチェックに、データ整理。僕みたいな YouTuber だと、動画編集に画像編集。で、そういったことを出先でやるってなると、持ち運びが必須なので、軽くて薄くて小さいに越したことはないっていうわけ。まあ、大きさに関しては、使いやすさとトレードオフみたいなとこありますけどね。やっぱり画面が大きい方が作業効率はいいんですけど、そうするとノートパソコン自体も大きくなりますし、重さも重くなっちゃいます。なので、そこはね、好みが分かれるところ。モバイルモニターを使うっていうのもありですね。で、色味なんですけど、まあ、結構ちょっと光反射しちゃってると思うんですが、グレーベースですね。公式サイト曰く、パイングレーらしい。パイン。美味しいよね。多分なんですけど、この ASUS のロゴを中心にね、無数の円が波紋みたいな模様になってるのが、パインみたいだからパイングレーじゃないかなって勝手に予想してます。まあこれは間違ってる可能性も高いです。クールなメタリックで、かっこいいですよね。色味伝わるかなこれ。どう？近い方が見えますかね？うん、クールで、シックで、うん、いい感じです。背面はこんな感じ。で、PC を開くと、こんな感じ。スリムベゼルの有機 EL がドン。そして、キーボードの配列は、かなりね、コンパクトに収まってますね。特に、この右側ですね。電源、ホーム、ページアップ、ページダウン、エンドのボタンが、スマートに収められてます。正直、まあ、デスクトップばっかり使ってる僕としては、あんまり慣れない配列ですけど、13.3 インチってのを考えるとしょうがないですね。で、電源ボタンが、ちょっとミスりそうなところには置いてありますが、ワンタッチだけだとね、スリープにしかならないので、慣れれば全然平気かなって思う。見た目ついでに、入力端子も見ていきましょう。まず、左側面は、
HDMI 端子が1つと、サンダーボルト4の USB Type-C が2つ。サンダーボルト4の端子を搭載しているのは、さすがは最新機種って感じがしますね。USB Type-C の一種なんですけど、高速のデータ通信、高速の給電、高解像度映像出力ができる、つよつよ端子なんですね。ゲーミングモニターとかだと、USB Type-C がそもそもついてないっていうものも多いんですけど、最新型の 4K モニターとかは、対応した端子がついてるものもありますね。ケーブル1本で、給電と映像出力ができるので、対応モニターとかを持っていたら、超便利ですね。そして、続いて、右側面に回って、USB 3.2 の端子。そして、マイクロ SD カードスロット。マイクロ SD のカードスロットがあるので、Android スマホのデータを移すとか、SSD1TB じゃ足りないっていう人は、マイクロ SD カードで簡単にストレージ容量を増設することができます。あと、Bluetooth にももちろん対応してますね。ただ、イヤホンジャックはないので、イヤホンジャックを使いたい場合は、USB 3.2 とオーディオジャックの変換ケーブルを使う必要があります。さて、外見について大体説明したところで、スペックについても語りたいと思います。ですが、その前に、モニケンとしては、やはり気になるのはディスプレイ。ここのスペックは外せないでしょう。まず、パネルは液晶パネルではなくて、有機EL ディスプレイですね。いわゆる OLED ってやつ。有機 EL は液晶パネルと違ってバックライトがなくて、有機 EL それ自体が発光するので、それを消すことで黒色をね、より深みのある黒色に映し出すことができます。それも重なって映像はめちゃ綺麗ですね。これのノートパソコンはゲーミングではないので、高リフレッシュレートとかじゃないですし、有機 EL も全然悪くないと思います。ゲーミングだと焼き付きとかが気になるんですけど、作業用とか普段使いならそんなに気にならないですし、映像自体は綺麗に映りますからね。太陽光の元で使うとかだと、グレアパネルなので反射が気になるかもしれません。あと、ノートパソコンだと、有機 EL はディスプレイ自体を薄くしやすいっていうね、メリットがあるんですよね。なので、相性が非常に良い。ディスプレイの色域も広いので、動画編集などのクリエイティブな作業にも向いていると言えるでしょう。解像度はフル HD で、リフレッシュレートは 60Hz ですね。ゲーミングじゃないので、60Hz は妥当ですね。そして、フル HD に関しても、13.3 インチっていうサイズを考えたら、これ以上の解像度は不要だと思います。何気に HDR 対応のディスプレイなので、HDR コンテンツも、綺麗な映像で楽しむことができます。そして、PC 自体のスペックですが、CPU は、インテルの Core i7-1165G7。メモリは 16GB。ストレージは SSD のみで 1TB。ゲーミングじゃないので、グラボはオンボのみですね。CPU、これかなり性能高いですね。インテル Core i7 の11世代。一般的な作業なら、ストレスフリーで動かせます。ディスプレイの色域も広いので、画像編集や動画編集とか、ちょっと重たい作業もできるスペックなので、非常にグッド。ただ、後で検証動画も見せますが、ゲーム用とはね、グラボを積んでないので、ちょっと厳しいかなって感じ。メモリも 16GB 積んでるので、ブラウザのタブを何十個も開いて、動画を楽しみながら、Excel とかの作業をしても、ストレスを全く感じないレベル。長めの動画データとかを読み込む動画編集とかだと、ちょっとね、大変かもしれませんが、ノートパソコンで 16GB は立派ですね。さらに、SSD も 1TB 搭載。十分すぎます。1TB をノートパソコンで使い切るってことは、なかなかないんじゃないかな。動画データをバカすこ入れるような人くらいだと思います。何せよ、ノートパソコンで 1TB はめちゃんこ大容量ですね。動画編集を仕事にしているような人でも安心。で、ここに書いてないんですけど、連続稼働時間は 13.5 時間。これね、かなり長いですね。13.3 インチで 1.14kg の軽さのノートパソコンだと、最高クラスに長持ちするバッテリーだと思います。僕って適当なんで、結構ノートパソコンの充電を忘れちゃうことがあるんで、これは嬉しいですね。ただ、重たい作業とかをすれば、もちろん稼働時間は短くなるので、過信は禁物です。実際はね、まあ6時間から8時間ってところじゃないでしょうか。そして価格は、189,800円税別。たっけって思う人もいると思うんですが、まあ、CPU も最新だし、メモリも 16GB、SSD も 1TB 積んでて、有機 EL ディスプレイっていうスペックを考えたら、めっちゃ安いっていうことはないんですけど、まあ、相場くらいですかね。いや、でも19万円は痛えな。
ていう人は、CPU が Core i7 から Core i5 の11世代へ。ストレージが SSD1TB から 512GB に落ちるんですが、他はほぼ同じスペックの KG411TS っていうモデルもあって、そっちは164,800円税別で購入できるので、動画編集みたいな重たい作業をそこまで行わない、動画データをガンガンに突っ込んだりしないっていう人はそっちでもいいかもしれませんね。あとこの PC にはマイクとスピーカー、さらに92万画素の IR カメラも内蔵してます。どれもウェブ会議くらいなら全然こなせるスペックですね。カメラに関しては顔認証でノートパソコンのロック解除ができるので、それも魅力の一つ。しかも Wi-Fi6 の規格に対応しているので、データ通信が高速かつ安定感抜群、三能の川端レベルの安定感と速度を誇ります。で、最後に、フォートナイトをね、動かしてみたんだけど、まあ、60fps くらいで動きはする。うん、全然ね、カクつきとかも感じないんだけど、テアリングが発生しますね。画面を振った時とかに、映像のズレが起きる。人がね、近くにいる時とか特にね、上下でズレが出ちゃったりして、気持ち悪いですね。うん、気持ち悪い。あと、キーボードがちっちゃいんで、ちょっと操作もね、しにくいかな。ゲームっていう面だとね。別にタイピングでは感じなかったんですけど、あんまり。ゲームっていう面だと、ちょっと、微妙かなって感じ。あと、マウスもね、つけないと、プレイできません。ま、でも、ちょっと遊ぶぐらいなら、ま、全然できるかなって感じ。さすがにね、いい CPU、最新の CPU を積んでるだけあって、パフォーマンスモードのフォートナイトくらいなら、ま、プレイはできますね。うん。友達とちょっと遊ぶぐらいなら全然いいんじゃないでしょうか。めちゃめちゃボットだらけや。液晶が小さいから、プレイしやすいかって言われると、って感じ。まあ、ゲーム用として買う、カクつきましたね。ゲーム用として、この PC を買う人って、まあ、ほぼいないと思うんですけど、ゲーム用は微妙かな。フォートナイトのパフォーマンスモードで、まあ、カクつきながらもギリって感じ。今走ってる時とかね、60fps 出てるんで、まあ、最低限は動くっていうところですね。というわけで、ASUS ZenBook 13 UX325E のレビューをさせていただきました。ざっくりポイントをまとめると、1.14kg の超軽量ボディ、13.31 の小型サイズが持ち運びに便利、 Core i7 第11世代の最新 CPU 搭載、さらにメモリ 16GB、 SSD は 1TB、 有機 EL ディスプレイの映像 B、 サンダーボルト4の端子も搭載、 Wi-Fi6 対応。そんな感じ。スペックはね、結構モリモリで、ゲーミングじゃないですけど、作業とか普段使いでちょっと足りないな、みたいなことは、まあないスペックですね。というか、普段使い専用機だと、ちょっともったいないレベル。動画編集とか画像編集とか、少し重めの作業をする人向けのノートパソコンって感じですね。映像も綺麗だし、端子周りも充実してて、Wi-Fi6 にも対応してるので、値段は高いけど、スペック的にはバッチグーですね。ただ、ゲーム目的っていう人はちょっと違うかな。そういう人は、ゲーミングノート PC を買うべき。あと、ウェブサーフィンと、ま、モニケンのね、動画を見るくらいしか使わないなっていう人は、ちょっとね、スペックが高すぎるかなって感じはする。あくまで、普段使いに加えて、さらに作業用や仕事用に使う人向けの製品なので、自分が ZenBook 13 を買って、何に使うかっていうのを考えてね、オーバースペックじゃないのかっていうところを、しっかりと検討した上で購入するのをお勧めします。概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますが、そちらには ZenBook 13 のスペック違いもあるので、よかったら、リンクから見てみてください。そんな感じで動画を終わらせていただきます。最後に、この動画が良かったな、参考になったなと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。シュー!